はい、始まりました。電脳の決めたフルーツ講座。イエーイ。そうだそうだ。電の声はまた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 クララです。さあ、この曲は電脳の決めたでは珍しい激しめの曲となっております。イエーイ。この曲はもう結構ライブでもやってるんですけど、もっと楽しみやすいように振り付け考えたので、ぜひ覚えてください。セラバン。この曲は僕のドラムから考えたできた曲です。こんな曲がしたいって直樹先生に改造してもらってできた曲です。このね、ドラムの部分さあ、この後はエレオちゃん。パン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 。この曲は結構歌詞も面白いんで、私と一緒に見てもらえたら嬉しいですね。さあ、ここからパンパン。よくあるビジュアル系の4小節ごとのフレーズパーツがあるです。バーでバーでバーで、これってどうなん、拳ヘッドもあるけどどうなんでしょうね。わからんですね。ネノ君が上手いですね。さあ、ここはベースソロ、ネノ君に先作ってください。他の人は手拍子するなりなんなり、これはひどいですね。この曲はね、もうドラムもしんどいし、お客さんもしんどいし、ね、この曲ダイエットにバッチリです。ああ、そういうね、あんま裕次郎やってますね、いつも通りで。手拍子、やっぱ結構こういうザ・ビジュアル系みたいな曲結構好きですね。二人の手紙ですね。さあ、ここの旅はさっきと一緒ですね。この後、事故が起こります。うらら、修理します。みんなも、こっちからも楽しんでください。で、最後はパタ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 。ラストはエドバン。ほい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 、息ぴったりですね。たくさん見て覚えてください。うららでした。バイバイ。